はいそれでは規定に関する座標を求める2としまして数ベクトル空間 R において規定1223に関するベクトル AB の座標を求めようという問題を考えてみましょうえまずう AB というのを P112 プラス P223 とおいてこの P1P2 を求めればよいという点は前回と同様ですね したがって、えー、このような拡大係数行列を基本変形して、えー、解いていけばいいわけですでは同じようにやってみましょう1行目の2倍を2行目から引いてあるいは1行目のマイナス2倍を2行目に加えてこうなりますえ次に2行目の2倍を1行目に加えます そして2行目をマイナス1倍します。はい。え従って、えー、ここはまあ整理すればもう少し簡単になりますが、この2つが P1、P2 ということになります。すなわち、P1 はマイナス 3A プラス 2B。そして P2 は 2A マイナス B とこのようになります。 したがってですね、1223に関する ab の座標は、マイナス 3a プラス 2b、2a マイナス b とこうなるんですね。で、これは、このようにかけろですね、マイナス3、2、2、マイナス1の ab。でえ、ここで出てくるこのマイナス3、2、2、マイナス1という行列は、えこの行列、 1223。これの、これをまあ P としたときに、これは P インバースになっています。あそうですね。えー、要するに、P の、えー、ベクトル P1P2 というのが、えー、AB になるという、こういう方程式を解けばいいわけですから、結局この P1P2 という座標ベクトルは P インバースをかけて P インバースの AB ということになるわけですね。はい。 したがって一般にこのようなこの条件を満たすときはこの2組は規定になりますのでこの2組の規定2つのベクトルのなす規定に関する AB の座標は PQRS のインバースの AB として与えられるということがわかります。